こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみと綱吉です。本日の企画はですね、前回に続きまして、身分総復習の後編をお送りしたいと思います。ちょっとね、私たちが、ありえないぐらい喋ってしまって、ちょっとこの動画まさか続きまして、今回は身分の後編の巻ですね、6巻から最新の9月1日に発売になった9巻のところまでを、若干のこうネタバレを含みつつ、前編と同じようにまたちょっといろいろ内容を話させていただければなと思いますので、早速ね、もう9巻買って読まれたなっていう方はぜひぜひちょっと一緒にこの今この義分熱を共有したいなと思っていますので、やっていけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、では6巻から紹介させていただきます。義分6巻ではですね、あの5巻までではこう、フェス出場に向けてね、いろいろ審査のライブだったりがあったと思うんですけど、結局ね、フェスの出場ができなかったんですよね。惜しくもね、ライブ審査には落ちてしまって、義分っていうバンドの活動もね、始まってはいるんですけど、ちょっとプロかなって言ったらまた違う話になっていくというか、そうですね、まだインディーズでちょっと長だいぶ知れてきたかなっていうぐらいのところだったんですけど、ここで結構転機がある感といいますか、義分へプロの誘いがかかるんですよ。そうですね、デビューしませんかっていうライブ審査は落っこっちゃったけど、それを見に来ていたね、プロデューサーのような方からスカウトはもらうっていうところがまず義分にとって大きいのが1個あって、でもう1個ありますよね。もう1個が、リツカがヒイラギのバンドにサポートとして、入ることになるんですよ。そうですよ。で、このヒラギくんたちのバンドの方は、その義分が落っこちちゃったライブ審査を合格して、フェス出場が決まり、すっごいですよね。そうなんですよ。もう、ってことは、プロへのもう道が開けたというか、そうなんです。しかも、デビューするっていうところまでヒイラギの方のバンドの話は進んでいるので、そこにこの大切なね、義分のメンバーの一人であるリツカが行っちゃうっていうのも結構大きな出来事じゃないですか。そうなんですよ。ただ私がすごい嬉しかったのが、リツカにとってはやっぱり義分で成功したいっていう気持ちがかなり残ってるっていうのを描かれていたので、やっぱりリツカはそのサポートとしてね、行っているだけであって、そっちで行きたいっていうわけじゃなくて、ちゃんと義分でっていう、そこがめちゃくちゃいいですよね。そう、抜け駆けして一人だけデビューしようとかじゃなくて、サポートの話はあくまでサポートとしてしか考えてないところが、やっぱりリツカってなんかそういうとこあるよねって思って、すごい良かったです。そのヒイラギの方のバンドの話も結構出てくるようになるので、なんか正直登場してきた時は、可愛い可愛いじゃないですか。なんかやんちゃ坊主って感じがして、ちょっとなんか可愛い、ちょっとガキンチョ感もある。そんな感じかなと思ったら、思ったよりずっと天才派だというか、なんかこうかき鳴らしながらいろんな曲を生み出してるんだなっていう、そのヒイラギのバンドに対する興味もね、より湧きましたし、ここからね、ヒイラギとしずくの話も出てくるんですよ。そうなんですよ。もう今ね、そのヒイラギくんたちのバンドの C の2人とリツカの3人がね、描かれることが多くて、ってなるとね、当然そこの2人の恋模様の話がすごく増えてくるんですよ。そうなんですよ。なんかその2人ってこれまではそこまで描かれてなくて、本当に6巻からがっつりっていうなんかストーリーが始まっていくんですけど、6巻の時点ではヒイラギ視点が結構多くて、そうですね、ヒイラギがしずすみを意図的に縛ってるみたいなこう描写もあったりして、そこが少し意外だったというか、もう旗から見てたら同じバンド仲間としてこれまでずっとやってきて、それのなんか延長なのかなっていう、まあ本当にね、一外側からの意見ですけど、思ってたので、あ、思ったよりこれは事情があるぞっていう思わせぶりなね、ところがあって、めちゃくちゃその2人の関係性が私は癖なので、すんごいすっごい好きな感じでしたね。そうですよね。綱吉さんもだってしずすみがっていうのすごいずっと言ってましたもんね。発言がセリフが少ないキャラなので、一体本当はどういうキャラなのかとか、何考えてるのかっていうのがなんか立花以上にもっとわからない感じもあったりして、そうですね、確かに、でなんかこの巻ではヒイラギがしずすみのことを大好きすぎるっていうなんか描写もあるので、このなんかヒイラギから矢印でしずすみに言ってるのかなってで思わされました、この時点では。この時点では、この先はね、また次の巻でね、話したいと思うんですけど、ヒイラギのバンド、C っていうそのバンド
の話以外にも、うん、今度はあの義分の方の話も進んでるわけなの で、ね、でただそこで結構問題がありましたよね、はいはい、義分がデビューの話が来てるのに、はい、で秋彦と春樹と律香は結構前向きに考えてるじゃないですか。そうですね。 だけど、はいはい、真冬がちょっと違うっぽい。そうですね、立ち止まっちゃった感じ、うん、いつかもう悩みながらだけど、うんうん、前は向いてる感じですよね。そうですよね。なんかそのデビューの話に対して真冬がすぐ返事をちょっとしなかったりとか、うんうん、まあ元々きっと長くね考えるタイプなんだろうなと思うんですけど、それ以上に何か事情がありそうな感じがして、はい、まあ、あと個人的にはその真冬の幼馴染2人、うん、ヒイラギとしずつみが真冬ってその長く考えて時間かけて答えを出すタイプだから、うんうん、まあそういう答えもあるんじゃねみたいなことを、うん、あのリツカに言ってたのが、うん、なんか幼馴染何でも分かってる感っていうのがまたその3人の関係は関係ですごいいいなって思いましたね、うんうん、そこにリツカが悶々としてるの私好きです、うん、幼馴染に勝てないみたいなところが悔しいとなってるんですか。やっぱ付き合いの長さとかね、はい、結構気にしちゃうところがね可愛いなってなりますよね、まあ、付き合ってますしね。そうですね、気になっちゃうな、はい、それは。もう一個大きな転機としてサポートとして上山が入ったバンド C で、うん、真冬の昔の恋人ゆきくんがいた頃の曲をやってみないかっていう話が出るんですよね。ヒイラギとしてはなんかそれが狙いでリツカをサポートに加入させたみたいなところもあって作っていくんですけど、でも真冬の元カレですよ。そうなんですよ。その元カレの曲を今の恋人であるリツカが仕上げるっていう、そういやこう酷な話ですよね。そうですよね。作中でもねリツカがお姉ちゃんに言われてましたよね、うん、なんか昔の恋人がネタラブレターを仕上げるなんて強すぎますよね。いや本当にちょっとすごいですよね、うん、リツカちゃんと向き合ってそのユキに見せられて彼もこの先を作りたいだったりとか考えてることを知りたいっていう方で結構こう意欲的に取り組んでいこうとするんですよね。なんかそれも結局ユキくんの音楽のパワーというか、はい、もあったりしてなんか元彼の感じを残しながらそのいつかの曲にならないように作るっていう、はい、大変なのにそれをやっちゃう、いつかってやっぱすごいところあるよなって思ったり、であとあの次の巻に回すとは言ったんですけど、しずすみ側のねしずすみ側からヒイラギへの話もちらっとはこの6巻出てきてるので、こうこのしずすみくん必死だぞっていうのも分かりましたね。もうこの感じクソクソクソデカデカめっちゃデカ感情、うんうん、なんかそのゆきくんの曲の話もあったのでヒイラギがゆきくんに結構心酔してるみたいな、うんうん、だからこそなんか何より構ってられないしずすみが結構こうな長期戦で頑張ってるんだなっていうのも感じ取れて、ちょっと今後の感がね期待が高まりましたね、だいぶ、はい、なんでいろんな人たちのね動きがたくさん詰まった、うんうん、あの新しいこうところにスタートしていくような感でしたね。はい、続いて7巻お話に行くんですけども、はい、はい、もうこの巻はしずすみとヒイラギの巻です。そうですね、はい、はい、やってまいりました。めちゃくちゃ喋っていいですか。話したくて、まあ、大前提としてこの間の全体の流れとしては、あの将来に向けてまだちょっと怖くて結論が出せてない真冬がいたりだとか、その真冬って結局ユキとの過去があるから、なんか音楽がきっかけでまた全部ダメになったらみたいなところでちょっとまだ前に進めず止まってるっていう、あと今この時期にメジャーデビューをして生き方をこう決めてしまうことへの不安もあったりとか、高校生ですもんね、ちょっとでかい選択をしなきゃいけないっていうところでまだちょっとね悶々としている中、デビューの決まったその C のお二人がですね、いやどんどん進んでいくんですよね。なんかヒイラギからユキに対する気持ちをしずすみがあの好きっていう言葉で表現するじゃないですか、はい、なんかそれが結構絶妙だなって思って、はいはい、本当読み取り方人それぞれだと思うんですけど、なんかしずすみは本当にその好きの形を多分、まあ、断定してない言い方というか、はい、それが恋愛なの か、はい、なんか憧れなのかとかいろいろあると思うんですけど、うん、でもそんな分かりやすい言葉を使ってヒイラギにこうお前ユキのこと好きなんだろう、うん、好きだったよねみたいな話を持ちかけると、そりゃヒイラギって揺らぐしかないじゃないですか、うんうんうん、もうヒイラギの心の中で恋愛的な意味で
好きの方が向いてるのはしずすみなわけなので、うんうんうん、そんな相手からね、なんか他の話をされたら一回考えちゃいますよね、うん、なおさら多分ヒイラギってちょっと別に悪い意味じゃなく幼いというか、うん、無邪気だからこ そ、ね、自分の気持ちに対しても多分輪郭がはっきりしてないから、うんうん、人にそれ自分の好きなしずすみにそれを言われちゃったら、うんうん、そうなのかもしれないって多分素直だし思っちゃうところもあるのかなと思いました。大混乱したのでは。ただそこからですよ、はい、そこからは私これまでに見たことない告白シーンだなと思って、はいはいはい、大興奮したんですよ。なんかゾクゾクしませんでした。ゾクゾクする告白シーン、はい、あのヒイラギが先に言っちゃうんですよ、うん、そうですね、本当にそれは言おうと思ってドキドキで言ったわけじゃなくて、はい、もう流れで、そうですね、いや違うってこう俺が好きなのはっていう流れでガッて言っちゃった、うんうん、それに対するしずすみの返しがとんでもないので、これはあの漫画で目で見た方が絶対にいいと思います。本当7巻はすごい私もしずすみのターンだなってめっちゃ思ってて、うん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 、そうなんですよ、そのしずすみやばって、そのいい意味でも悪い意味でもなんかやばってなるようなコマがすごく多いので、うんうんうん、見た方がいいです。やっぱり視覚的にね、はい、結構パンチがあるというか、うん、これまであまり描かれなかったしずすみだからこそ、うん、あ、実はこんなもの、こんなクソデカなものを抱えてたんだっていう衝撃がかなり多くて、まあ、そりゃヒイラギもクッソやろうってなりますよね。なりますね。でもうかる、ヒイラギの気持ちがすごい分かるようなやっぱ表情を描かれてるから、あの絆月先生がもう。そうそうそう。で、あとこの告白シーンの後なんですけど、いつかが、例のねゆきくんの曲をこうどん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 こうブラッシュアップして仕上げていって、なんかその音楽の力でこの衝撃の告白シーンを乗り越えたヒイラギがさらに動かされるみたいなところが良くて、なんか2人ヒイラギとしずすみのお話だけど、すごい周りからちゃんと影響を受けて話が広がっていく感じが、あ、でも自分らしいなって改めて思いましたし、で、ヒイラギが告白シーンからちょっと開けてこう動き出すんですよ。動き出してしずすみのところにこう押しかけたりなんだりがあるんですよ、はい、それ結構衝撃でした。ちょっとね、もういきなりそう行くんだみたいなのが良かったですね。すごい。 でもなそれでもなおヒイラギを信用しきらないというか、うん、ヒイラギの気持ちに対してこう結構挑発的なね、しずすみはどうですか、しずすみ好きとしては。いや、こじれてるなって結局思いました、はい、これまで長い間だいぶだいぶ寝かせてきた気持ちがぐちゃぐちゃになって、今 どう出せばいいのか分かんなくなってるんじゃないかなって思ったりもして、はいはいはい、うん、まあこれは本当読んだ方それぞれの感じ方いろいろあると思うので、うん、ぜひ読んでいただきたいんですけど、うん、なんか一個私がすごい納得したのが、はい、ずっとゆきくんの曲だったり、はい、真冬との幼馴染としての関係だったりがこうヒイラギの中にあると思うんですけど、はいはい、ゆきくんが当時真冬を好きだったその気持ちと、ヒイラギが当時からしずすみが好きだっていう気持ちが一緒なのではみたいなことにパッて気づくヒイラギがいるじゃないですか。いました。それなんて上手な描写なんだろう。いや本当にこっちもすごい納得したじゃないですか。なんかストンってきましたよね、うんうん、すごい、あ、そういうことかって、なんかヒイラギもだったし、うん、私たちもなってる。で、まあ、まあそこからの、あのさっきの押しかけの話をちょっとだけすると、はい、あのびしゃびしゃに泣いてるヒイラギと歯見せて笑ってるしずすみとの対比がえぐくて、もう私はすごいしずすみとヒイラギのことを応援してきてよかったって、なんかすごい思いました、勝手ながら。よかったですね、見たかったシーンみたいな。まだ初期のね、まだその二人の絡みがっつりない時から絶対もう絶対なんかあるってずっと言ってたので、なんかあってよかったです。さすがですよ。いい意味でね、いいことがあってよかったです、はい、本当に。でね、そのシーンのその二人がすごいこううまく回り出してきて、サポートメンバーのリツカも加えて、はいはいはい、バンドとしても良くなっていくじゃないですか。結構まとまってきそうですね。そうで、 C としてこうまとまってきたところと、やっぱりリツカは自分のね、自分の今を結構こう対比しちゃって、うん、はいはい、なんか自分のとこはそれに比べてみたいな悩むじゃないですか、はい、で最後それでね、しずすみがリツカにかけた言葉のシーンが結構、もう2人のシーンめちゃくちゃいいですよね、はい、あれですね、直接的には、ね、読んでいただきたいんですけど、はい、こうなんでしずすみがヒイラギとバンドをやってるのか、うん、っていうその問いに対しての答えが本当にしずすみだなって思えたので、はいはいはい、うん、この一連の流れを通して、あ、ここに結果が出るんだっていうのが嬉しかったです。私はもういつ一ファンとしてとってもとっても嬉しいなって思いましたね。で、ここまでなんかこうしずすみとヒイラギの話はがっつりこう、うん、
この7巻で描かれたんですけど、はい、この中でもちろんあの真冬と夏香の話もありまして、はい、ヒイラギのバンド C のライブに、うん、ぜひ真冬も見に来てほしいですよ、夏香は、うんうんうん、だけどちょっと真冬が一歩踏み出せないみたいな描写もあったので、うん、やっぱりまだ真冬がちょっと止まってるっぽいっていうところがあるので、はいはい、それがね次の巻でどう解消されていくのかっていうのがまたワクワクしましたね。あとちょっとこの7巻のところで一回も触れてなかったんですけど、出会い始めた秋彦と春樹さんの話も入ってます。秋晴れ大好き民としては嬉しかったですね、うん、その付き合ってからのちょっと甘々な感じの秋彦と春樹さんのイチャイチャ、ちょっとねちょっとエチ方面のイチャイチャも見れたりとか、うん、一番良かったのはその巻末の4コマ漫画のところなんですけど、そこいっぱい巻末にねあの4コマ漫画が出てるんですけど、しかもめっちゃ豪華で、そうでなんか秋彦と付き合いだした春樹さんが秋彦との交際をみんなから反対される4コマがいっぱい入ってて、その各キャラごとにあるんですよ、その秋彦はこうこうだからああだからっていうところに全部その春樹さんがいやでもみたいに言ってる関係性めっちゃいいなと思いました。いいですよね、春樹さんにとっても最高の恋人なんでしょうね。もう個人的にはなんかタバコのシーン、はい、4コマじゃないと思うんですけど、はいはい、あのタバコをナチュラルに渡すシーンがめっちゃ良かった、うんうんうん、ちょっとそこを読んでいただきたいです。ちゃんとね秋彦と春樹さんはそのバンドのねあのギブンのお父さんお母さんとして真冬のこう背中を押すような声をかけてあげたりとか、不安をちょっとこう吐き出させてありましたね、とかもしているので、ギブン切ってのおしどり夫婦ということ。続いてはギブン8巻の話です。はい、はい、先ほどのね7巻までで結構リツカが真冬を誘いたいけど、うん、真冬がどうやらまだ止まっているようだっていうのがずっと続いてきたのが8巻にもねやっぱ続いていって、なんか私ちょっと想像以上に真冬があれ止まっちゃってるなっていうのがこう読んでて、うん、もうハラハラしたんですけど、うん、なんかギブンっていうバンドってもっと早い段階で結構仕上がってもギブンは家族だみたいなこと話したじゃないですか、うん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 、出来上がったはずのギブンが、はい、なんか分裂仕掛けてるみたいな、まあ、それぞれがなんか別のことで忙しくしてたりもあって、うん、4人が別の方向を向いてるような感じもして、うん、そうですね、まあ、絆は変わらないんでしょうけど、うん、この4人でこれからじゃあデビューに向けてみたいな話が進んでいくのかどうかがちょっと未来があんまりわからないなってのでドキドキしましたね。そうですね、確かに。であとここ結構その真冬とリツカが高校3年生だってことをすごい意識された感でもあったなと思って、その周りの学校の友達とかも結構出てくるんですよ、この間で。あの周りの友達が結構自分たちがバンドに一生懸命なってる間に気づいたら全然みんな進路のことを考えてたってことに真冬がハッとしたりとか、まあ、真冬ちょっと不思議ちゃんみたいなところもあるから、初めて自分がこう置かれている今の現状とかバンドとしてのこれからっていうところを本当にリアルに考えなきゃいけなくなったからこそすごい足が止まっちゃったのかなっていうのもあり、ね、ありましたね。まあ、ただこの間で結局止まっている真冬がどう動き出すかみたいなところもあるので、はい、うん、これまで話してきたこうメインの4人だったり以外のキャラがすごい際立つっていうかいい仕事をしてる感だなって思って、うん、 ね、はい、まあ、それこそその学校のね同級生ですけど、うん、真冬が止まっている間に進んでる同級生もいたけど、一方で普通の進路考え中みたいな同級生も出てきたじゃないですか。そうですね、こう特に将来の夢はまだ決めてないとか、うん、てかなくて当たり前じゃんぐらいなこと言われて真冬がちょっとこう救われたみたいなところも良かったですよね。ですよね、なんかこうプロになるとか、うん、高校卒業してどっか新しいこと目指すとかじゃなくて、うん、なんかもっとフラットに物事を考える視点をきっと真冬は得たんだろうなっていう、すごい、もう真冬のなんか吸収力とその成長速度には本当に驚くされますよね。いろんなことをこうみんなからこう素直にいろいろ情報を受け取って自分の中で考えるからこそ、冬はきっとこの先動き出そうなっていう予感はやっぱりハラハラしつつもありましたし、こうギブンって結局そういう学校だったりの青春と一緒に音楽っていうのをずっと大事にあるじゃないですか。リツカが真冬を動かすためというか、はいはい、冬にやっぱライブに来てほしいっていうのがずっと続いていたので、うん、チケットを渡したり頑張るんですけど、うん、そのチケットを受け取るまでが結構長い真冬がらしいなって思いましたね。そうですね、なんでね、ギブンとしてのこうメジャーデビューの話もちょっと軌道には乗りながらも、うんうんうん、まあ、まだ真冬とリツカがくっつかず、うんうんうん、あの迎えた C のサポートメンバーとしての上野山くん の、はいはいはい、あのライブ当日ですよ、ね、当日までこの8巻で来ましたね、はいはい、で、まあ、チケットを受け取って
った真冬くんが、はい、じゃあライブ会場に行こうということで、まあ、駅までは行くけどちょっとこうまだどうしようかなって迷って、ね、行こうかどうかに宇月さんがねここで真冬のところに現れます。いやしばらくねあんまり出てなかったですからね、はいはい、ここで宇月来るのねってちょっとすごいわってなりましたよね、はい、でコミックスの最後にね、はい、ギブンのアニメの映画のブルーレイ DVD の特典でついてたブックレットに載ってた漫画も載ってて、それが宇月さんの漫画なので、はいはい、時系列的にはそこのタイミングではないんですけど、はい、もうちょい前のタイミングでこう明彦と離れるってなって、はい、その後どう前に進んでいったのかみたいなところが見えて、タイトルが羽化なんですよね。そうなんですよ。だからなんかここで宇月さんこういう気持ちで今いるんだなっていうのも並行して分かりましたし、はい、より次の巻がね、はい、どうなるのっていう終わり方でしたよね、はい、いやよかったです。はい、それでは最後の9巻、はい、最新巻そして最終巻です。行ってしまいました、はい、いやもう先ほどのね8巻まででリツカが今サポートとして入っているヒイラギのバンド C のライブに冬が行こうとして、うん、っていうところで宇月が登場してっていう気になるところからのね新刊だったんですけども、はい、なんか8巻の時点でリツカからもチケットを渡されてたし、うん、あとヒイラギからもなんか結構、うんうんさらっとチケット渡されてたので、うん、来てくれよみたいな感じで、ねうんうんはい、真冬の手元にはね2枚のチケットがありまして、はいはいはい、ちょうどよく宇月も現れ、うん、でもなんかすごい良かったのが宇月が真冬の事情を聞いてくれた上で、はい、結構肯定的でしたよね、うんうんうん、その真冬くんの悩みに対してそんな宇月を見てあやっぱちょっとこの人変わったなって思いました。確かに昔だったら結構すげなくなんか、うん、なんか違いましたよね。確かにそう普通の性格性質というか、うん、きっと明彦と離れてなんか変わってるんだな本人の中でっていう感じたシーンでもあったので、あとはついまびっくりしたのが真冬って結構自分のなんか迷ってたポイントとかを、うん、意外と言語化してるなっていうのもちょっとびっくりして、確かになんかそれが合ってるかどうか置いといて、はいはいはい、自分が今こうこういうことで迷っているんだってことをちゃんと声に出して上手に伝えられてて、うんうん、それがまだ真冬がもしかしたら前に進み始めてる兆候なのかもっていうその巻のスタートだったので、すごい前向きな最終巻な気がっていう読み出しで、まあでもそこからこうライブに行き、うん、リツカがずっと真冬に来てほしいって言ってたじゃないですか、はい、だからきっと真冬がそのライブに行くことによって絶対何かがある、そこできっと何か真冬にとって進むきっかけになるっていうのは、うん、もうこう一読者としても大変期待している部分ではあったので、うんうんうん、もう満足度がとんでもなかったですね。ギブンって結局音楽がまあメインだったりするので、うん、これまでの関数でもライブだったり音楽でキャラクターが前に向くとか、うん、何かきっかけがあって変わるとかいうのが何回もあったので、うん、きっとギブンの最終巻として描き出すならみたいなところが改めてこの物語こんな長く続いてきて、うん、あここなんだっていう、うんうんうん、なんかこれまでの巻でリツカに対して明彦とかがアドバイスして、うん、なんかリツカが音楽の力でこう真冬を引っ張り上げろよみたいなのあったじゃないですか、うんうん、なんかそれもきっとまさに描き出されてる部分もあると思うし、うん、私は真冬が将来のことを考えるときにこう音楽とか過去とかにとらわれてる真冬からそこにプラスリツカって要素がすごいちゃんと入ってるのもまためちゃくちゃいいなって思ったポイントで、きっとそこがないとギブンの最終巻にたどり着くってことはできなかったと思うし、絶対にリツカは必要だったんだなって改めて思わされるシーンの連続でしたよね。9巻を私はもう発売初日にねもう買いに行き読んだんですよ、はいはいはい、読みましてもうずっと楽しみにしてたもんあって、直前までね8巻を読んでこの過去の振り返りとかもしてたわけですよ、はい、でそっからのもう待ちに待った最終巻だったのもあって、私はもう声を上げて泣きました。本当に泣きました。なんかすごく個人的に嬉しかったのが、なんか買いに行った書店とかでね、うん、同じように休館を買いに来ている、はい、もうファンの同じ仲間の方がたくさんいらっしゃって、はい、でもレジに並んで休館を抱えて帰りましたよ。なんかその気分のね、はい、世界がここまで続いてきてくれたおかげで、真冬とリツカの今とその先を見届けるためには、ね、絶対この最終巻を読まないとやってらんねっていうくらい、そうなんか最終巻によってこの気分で描かれた過去、うんうん、現在未来が全てこう一直線で綺麗につながって、それなんですよね。気分の世界できるんじゃん、はい、
ったっていう。そうなんですよ。いやもうできてたんですよ。どん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 構築されてたのがピースがはまった感じ。絶対必要な最後の1個のピースがこれでパチッと入った感じはしたのでもう本当に素晴らしい。感無量でしたね。はい、ね、あの前編の方でちょっとお話ししたんですけど、ギブンって結構アニメ化とか映画化とかがされてるじゃないですか。はい、でそれらのね映像作品が、はい、11月15日にブルーレイディスクボックスっていうものが発売される、はい、嬉しくて、なんか中身が豪華すぎて、はい、アニメ全11話と映画、はい、であと OAD の、裏側の存在っていうやつも入っていて、その OAD っていうのが、はい、映画の気分で描かれてたメインの秋彦春樹の裏側で起こってた真冬トリツカの話なんですよ。それも見れるっていう、もう全てが詰まったブルーレイディスクボックスが発売され、はい、しかも新作が発表されてるじゃないですか、気分は、もう未来しかないじゃんっていう素晴らしくもう今最高の状態になってて、はい、なのでこれを機にね原作を読み返したり初めて触れるって方もきっといらっしゃるので、もうなんかよりどりみどりでも迷うかもしれないんですが、とりあえず全部摂取ですよね。もうこれは供給がねたくさんあるので、はい、供給過多でね倒れちゃわないように私も気をつけます、はい、部分だらけの日々にしばらくはなると思います。はい、はい、ということで前編と後編にわたって大変長く話してきた自分シリーズだったんですが、はい、もうちょっと話しすぎましたね。盛りだくさんで、はい、もう気持ちが高ぶりすぎてね、うん、ちょうど今やっぱ新刊最終巻発売っていうタイミングだったので、皆様と一緒にこういった気持ちを共有したいなというばかりで、もう喋り倒しました。はい、でぜひこう皆様にもねこう最新巻を読んだ感想だったりとか、ちょっと皆様の解釈もめちゃくちゃちょっと聞きたいんですよ、はいはい、どういう感想を打たれたのだとかちょっとぜひお伺いしたいので、よければコメント欄なんかね、はい、教えていただけると嬉しいです。それではバイチルー。